さ切りに集結する独特の構えの実践的拳法で、さまざまな地形での戦を想定した体の操作法、飛び違い相手を撹乱する技、蹴り、目つぶし、関節などの体術を剣術と組み合わせた技が特徴である。第2会場、無双神殿栄心流居合兵法。無双神殿栄心流居合兵法は、土佐の自由民権運動の重鎮であった細川義政より香川の上田平太郎に伝えられ伝承された居合です。林崎仁助重信を流祖とし、土佐へは林六太夫森政によって大森流の居合とともにもたらされました。幕末には土佐藩に藩校指導官が設けられ、武術の指導が指導官のみに限られましたが、道流の師範であった下村茂一が明治維新までこれを享受しました。細川義政は戊辰戦争の高松征討出陣の慶応4年に下村茂一より無双神殿栄心流の免許改伝を授かり、その門人上田平太郎は大正12年に細川義政より免許改伝を受け、その同等は現在へと続いております。Thank you.
なんでグリーンに見えた？第2会場、無双神殿栄神流居合兵法の演舞でございました。続きまして第2会場、無変流棒術のご演舞でございます。第2会場、無変流棒術、龍祖斎藤又右衛門勝久は大内無辺の無辺流槍術、二代目大内丈右衛門のに師事し、開国修行の道、真剣勝負に及び、敵の太刀で又右衛門の槍が千段巻きより切り落とされ、同時に敵は脳天めがけ真っ向から切り込む。とっさに又右衛門は槍の石突きで敵の刀を払い、塚で小手を打ち、ひるむ隙を抜き打ちに切って捨てた。これより槍術、槍術を離れ、棒術に専念したと言われている。また、又右衛門は京都において、藤原義久という諸将流柔の師について、縄術の改伝を伝授され、別伝として無辺流に付属せしめ、天那2年、南部藩に召し抱えられた。昭和54年。